かなんか家になりたいらしいね、久野さんもそうだけど、なんか青汁とかもそうだけど、世の中僕も思うのはエンリケとかもそうだけど、竹野内について、いや彼もでも典型的に〇を欲しいみたいなコンプレックスをすごい感じますよねって感じの上に今来てるな、花束投げた久野さんについてとかね、 あの人何なんですかね。いやあれはだから NHK 党の立花さんもなんか格闘技業界の人たちも、なんであの人お金持ってんのかわからない、銀座のクラブのオーナーとか、なんか銀座の飲み屋系のクラブのオーナーとか、でも出どころ確かにわかんないですよね。そうなんですよ、なんかあでもその銀座に会員制のクラブはやってるらしいよ。でもそれもまた別にそれがメイウェザーが来たかったんだけど断ったらなんかブチ切れられたみたいな。そんなにメイウェザーが来たくなるような、なんかすごいなんかあるんですか。わかんない。堀江さん的にはあの奥野さんは一緒に写真とか写ったり付き合っていい人なのかどうかみたいな。ちょっとダメそうな、ダメそうな人ですよ。ちょっとダメそうな令和の虎について、令和の虎とかやる人たちってさ、なんなんあれ、なんなん、やっぱ見せびらかしたいんじゃない。だからなんか有名になりたいらしいね、奥野さんもそうだけど、なんか青汁とかもそうだけど、世の中僕も思うのはエンリケとかもそうだけどさ、お金はあるけど有名じゃない人、有名じゃない人で有名になりたい人ってめちゃくちゃいますよね。そこそこお金はあるけど、俺ほら有名になっちゃったか分かんねえんだよな、その感覚が。なんかさ、僕は多分本を出したい人とかもいるじゃん、僕は多分バランスで言うとお金がない割にそこそこフォロワーいるって方だ、どっちかといえばね、だからそれもまたちょっと分かんないんだけど、多分そういう感じの人たちってすごい多いし、自費出版みたいな本とか、でもさ、なんかさ、私は商業出版をやりたいんですとかって妙に商業出版にこだわる人いるよね、まあそこは大事な境目なんですよね。自費出版でいいじゃん、だって分かんないよ。だって分かんない、最近の自費出版分かんないです。分かんないよね、だって、はい、竹野内について、僕はあの人やばいってずっと最初から言ってましたよみたいなあの人カツラなの。いや、カツラはカツラらしいですよ、僕も知らんすけど。よく俺もなんか一回うちのお店でなんか俺とマロっていうね、飲食店経営者で500店舗ぐらいやってたんだけど、コロナで上場してなかったから、もう派手に個人保証を外すために、もうただみたいな値段でファンドに株売って、まあ一応売り抜けたんだけど、もうプータローみたいになってるやつがいて、お前また屋台から始めようみたいなイベントをうちの店でやったのよ、そしたらその時に大西潤というね、バカがいるわけ、焼肉屋やってる、でそいつがさ、空気を読まず、竹野内くん連れてきたそういう人ってたまにいますよね。おシャンパン開けますとかっつって開けるから、まあ無下にもできず、店のあそこら辺はじゃあちょっと売上貢献しますみたいな、変に写真を撮っちゃったんだけど、ねえ竹野内くん、いや彼もでも典型的にお金はあるけど有名になりたい、まあ今はなんかよくまるくも有名にはなったと思うんですけど、名声を欲しいみたいなコンプレックスをすごい感じますよね。確かに。でも僕やっぱりインフルエンサー3年寿命説っていうのがあって、3年ぐらいまでで大体爆発するべきやつは爆発する、で5年持ってたら本物で、10年持ってたら大体もう叩いて出る埃は全部出てると思うんですよ。じゃあ池田隼人は、池田隼人とか別にもう今更良くも悪くももうそこね安定みたいな感じで、そこね安定で1年ぐらいが一番やばいんですよ。1年目ぐらいってむしろそこに乗っかろうとする人がわーって増えてくる時期なんで。僕、松田さんお会いしたことないんですけど、松田さん YouTube 始められてから最初はなんかこうなんかスーパーカーの自慢とかなんなんだとかって思ってたんですけど、だんだんなんかすごい好きになってきました。でも松浦さんってさ、正直だ、あんだけ正直にさ、何でも暴露してさ、よくさ上場企業さ、そう会長でしょ、そうで社員もいるじゃないですか、それでよくあれできるなと思って、すごいよね、すごいと思います。でもあ松浦さんもやっぱり、まあ、それは全然悪くないんですよ、悪いというか、そのもっとなんか自分っていうも今まではレコード会社の社長と裏方じゃないですか、ある意味、そういうものをなんか感じますよね。